大分行ってみましょう。温泉みたいな。大分駅ですね。ちょっと大分城行ってみましょうかね。ちょっとあと2時間あるんで、この小倉駅がちょっとお城でも行きましょうね。ちょっと大分城行きます。それで本当はですね、あそこ行きたかったんですね。ここからすぐ近くに中半田という駅があって、その中半田という駅は戦国時代に、豊臣秀吉軍対その島津軍ですね、島津軍が戦った古戦場があるんですけど、そこに行きたかったんですけど、微妙に時間が足んないんですよね。行けるんだけど20分で帰ってこなきゃいけないんですね。で結構シビアな、結構きついんで今回はやめますね。あれ結構大分の駅ってすごいかもしれないですね。鹿児島よりすごいかこれね。赤レンガ館だって。大分にもあんだね、赤レンガ。すごいね。なんだこりゃなんだこりゃ猫だ、トライだって。なんだよ、なんだこれ、巨大寝転び巻き猫って。なんだこれ、いやあともうちょいですよ。もう少しで着きますね。どんぐらい、5分ぐらいかな、すぐ近くね。バンダーの桜かえりの色、花は吉野にあらし吹く、大和のこと生まれれば三平線の花と散れ。着きましたね、大分城です。さあ風が気持ちいい。あ、こっちからか。あ、すごい。いい感じじゃない。花のように、花のように、ただそこに咲くだけで、美しくあれ。人はみんな、人はみんな。大地を強く振りしめて、それぞれの花心に宿す。あ、いいね。ゲー、なんか入れない。閉まってる。入れないんだ、残念残念。入れないね。また帰ろう駅に。よいしょ。あ、でもこれ石垣すごいね、これね。ね。よし、じゃあまた駅に戻りまーす。よし。ね、この大分城はあれですよね。船井城って言うんですよね。で、なんだっけ、竹中市でしたっけ、築城が。僕がわかんない、そんぐらいですかね、大分城は。そうそうそう。あれ、なんか別のルートがありましたね。あ、こっちから行けるんだ。ちょっといいのかな、行っちゃって、これ。ちょっと行ってみましょうか。ね、せっかく来たから。あ、なんか行けるぞ。よいしょ。あ、行けないわ、やっぱ。ここで終わっちゃって。ここで立ち入り禁止だわ。あ、そうそうそう。ね、船井城って書いてあるんですよ。船井城ね。そう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 。いや、今日結構暑いですね。おうおうおう、恋しちゃったんだ、多分気づいてないでしょう。星の夜願い込めて、シェリー指先で送る君へのメッセージ、はあ、で、僕がですね、要は動画撮ってる時によく歌がね、歌う時っていうのは調子がいい時です。なんかすごい広いな、この商店街も。あ、そこまで広くて狭くなってんだね。
すごいね。なんか牛ごろラーメンとかうまそうじゃないですか。うまそう。縁起横丁福地蔵通りってね。大分ね。あれ大友修理ですよこれ。戦国武将の大友修理ね。大友修理よし、よし、お、大分ラーメンだって。そうかな。天然温泉熱海だって。入るか。なんかさっき昨日からずっと温泉ばっか入ってんですよね俺ね。よしここ入ってこね。ちょっと入るか。よし失礼します。よいしょ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 。あ、すごいいい湯だった。ああ。結構ね、今回の旅で温泉結構行ってるんですけど、中ね、見たいよね。でもやっぱりさすがに、温泉の中はやっぱダメですもんね、裸とかね。ね、食べ物屋とかだったらいいんだけどね。大分の池も綺麗ですね、すごいね、なんかね、ね。とりあえずこの15時4分の中津行き、これに乗ります。よいしょ、行きましょう。うん、なんだ、無冠、無冠だって、うん。大分の人は、大分はあれか、みかんのこと無冠って言うんだね。なるほど。よし、あ、よし、行きましょう。到着でーす。で、門司港行き下関行くんでそれに乗ります。門司港行きこれか。はい、小倉に到着。小倉到着。あ、ね、はい、じゃあ小倉から下関行きます。